皆さん、モンスターズ3はクリアされましたか？いや、発売してから結構時間が経ちました。ちょっとこの動画出るのはいつぐらいになるかわかりませんが、多分3日後とか4日後とかになるかもな。はい、まあそういったところで、モンスターズ3、なんだかんだでクリアされてきた方が、増えてきたのかなと思っています。で、まあそんなところで、こちら、結局今作の評価、さっき一般的な評価でどうなのかっていったところをちょっと見ていきましょう。で、Amazon レビューについては先日も取り上げさせていただきましたが、比較的、なんだろう、まあ低評価というか、マイナスの評価が割と目立っていたものの、ただまあ総合的にはそんなには悪くなかったのかなといったところですね。で、売上本数とかの速報についても、先日取り上げておりますので、ぜひそちらの動画も見てください。ではちょっとこちらの内容入っていきましょうか。で、モンスター3の攻略関連の動画とかは別途、投稿しておりますので、ぜひ再生リストからそちらの動画を見てください。で、1万もしたんやが、この1万っていうのはマスターズ版のことですね。で、今回、通常版とマスターズ版で超マスターズ版、まあ中身はマスターズ版と同じなので、まあ割愛させていただきたいと思っているんですが、ただまあ今回ね、DLC、いくつかあるんですが、これっていうのがいわゆる課金ガチャみたいな内容の、類のものになっていて、まあ例えば、モグラとかもそうだし、ミミックとかもそうだし、まあレアアイテムがもらえますとか、で、一度出会ったモンスターと出会いやすくなるとか、なんかまさに課金して、なんだ、そういったところをブラッシュアップしていくっていったところと、ソシャゲと似てるところがあるんで、まあ割とね、ソシャゲ風の DLC っていうことが言われていたんですが、やはりね、ガチ勢というか一般的なユーザーの方でも、割とね、こちらのプランを選択して購入されている方が今回多いのかなと思いました。まあ結局 DLC 前提になっていて、なんだろう、まあ結局ね、もう買わないといけないんですよね。で、これバラ売りされているので、当初通常版購入された方でも DLC、まあ、ちょっと高くなってしまいますが、3つバラ売りになっているので、で、後からまあ購入することができると、まあ、そういった位置づけなんですが、ただやっぱりね、自分も実際プレイしてみましたが、これね、DLC 前提でした。まあストーリーはね、正直自力でクリアできるというか、DLC に頼らなくてもいけるけど、ただまあ対戦とか、あとその図鑑コンプリートとかしようと思ったら、正直ね、鬼畜すぎて、4体配合とかもそうだし、もう正直 DLC 前提というか、これないと、まあまあ現実的じゃないんだよね。まあ特にモグラとかもそうだしさ、で、あとまあ L サイズとかもそうだし、で、異常にあれ出にくいからさ、いや、正直 DLC 買わないと、もうコンプリートっていうか、すべて遊び尽くすのは、まあ、時間の無駄って言い方でちょっと語弊があるけど、相当時間かかってしまうから、コスパで考えると、まあ、課金みたいでちょっと嫌なんだけどさ、DLC 買った方がやっぱりより楽しめるというか、早くよりストレスなく楽しめるので、まあ、前提になっているのかなと思いました。まあ、通常版でね、ゴリゴリやるって言ったところもあるんですが、まあ、相当時間が変わってくるからさ、すべてコンプリートしようと思ったら、あんまり現実的ではないなと思いました。で、あとはまあゲームの UI、UX の部分とかも突っ込みあるものの、全体像、特にその、性能の部分とかであれば、もっさりしていないかとか、結構カクつきがひどいとか、で、あと強制エラーでね、落ちてしまうとか、まあ、結構ね、そういった報告などが相次いでいて、テンポもね、悪いであったり、で、あとロードの時間がね、長い、あと回数も多いみたいな、まあ、これは体験版から指摘されておりましたが、結局製品版でも、こちら修正されずで、ただ一方でストーリー自体面白いとか言ってる人もいる一方なんですけど、ただまあ Amazon とかの評価とか見てみると、なんかね、うん、チープであるとか、なんか小学生向けであるとか、なんか、思ってたの違ったみたいな意見などが結構多かったのかなと思いました。で、もう一つ問題点としては、これ別の動画でも語っているかもしれませんが、まあ今回ピサロが主人公ですと。で、まあ初見の方であれば誰やねんって感じかもしれませんが、昔の、ラスボスでした。はい、ラスボスで。で、そのバックグラウンド、そういったところでアナザーストーリーっていう位置づけで今回出ているわけなので、まあドラクエ4と結構その表裏一体みたいなところがあるんですよね。で、ドラクエ4の時の主人公とか、そこに登場したキャラクターとかも出てきたりとかで、まあ結構マッチングするところがあるものの、アナザーストーリーという位置づけだから、
まあ、正確にドラクエ4のバックグラウンドを示しているわけでもなく、まあ、割とねそのオリジナルストーリーとして作られていたと。で当時の設定とかもねところどころ改ざんされていて、あれこんな設定だっけみたいな。なのでストーリーが割と変わっていたりとか、大事な部分が抜けていたりとか、あれなんか違うみたいな内容も結構あって、でそういったところに結構ツッコミも入っていたのかなと思いました。まあ DLC 前提だけど面白いという方もね結構多いので、満足感といったところで言うと、まあそんなに悪くはない、あるのかなと思いました。まあなんだかんだでね、そのゲームをする上で重要な要素っていろいろあるかなと思ってて、まあグラフィックだったりボリュームだったりとか、拡張性といったところで、まあ要するにそのまあ、対戦だったりとか、やり込むことができるかといったところで、今後広がりがあるのかみたいなところもね重要になってくるので、でそういったところが、まあ、今回 DLC 前提になっているものの、まあ、ボリュームであったりそこもクリアできていて、で拡張性といった部分だと、まあ、今後そのプロフェッショナル版が出るかどうか分かんないけど、まあ、無料アップデートがあるかどうか分かんないけど、まだなんか未来があるというか希望があるというか、今後さらになんかブラッシュアップされる可能性もねまだ残されているので、拡張性もあるのかなと。だからまあ割とねそのいいゲームというか面白いゲームっていう定義づけで言うと結構クリアしている部分は多いんですが、ただね冒頭でも言った通りグラフィックとかがね、まあ、非常にちょっとね微妙であるといったところで、これはね至るところで言われていて、で本当にありとあらゆる方が言ってるので、これ多分客観的に見てもねそう感じてる方多いと思います。であとテンポのところといったところで、ロードの時間でロードの回数頻度もう全てね同じような価格帯のゲーム、2023年に出たゲームと比較してもかなり長いので、まあ、正直ちょっとこれどうにかならないのみたいなことが結構指摘されているので、まあ、そういったところを含めると、評価は低いのかなと。だからまあ合算すると、まあ、平均すると、まあ、80点ぐらいのゲームであるといったところが客観的な評価じゃないかな。でまあメタスコアとかもそうだし、で Amazon の評価とかもそうだし、まあ大体ねそこら辺で分布してますね。まあ、ゲーム点70点台後半とかになってくるのかな。まあ、結構70点台後半っていうことはさ、80点とか、まあ、10人いて8人ぐらいがまあいいんじゃないっていう、評価するかもしれない。まあ厳密には違うか、まあ、3人ぐらいがいいって評価して、5人ぐらいがまあ普通って評価して、で2人ぐらいがクソつまんねえって評価すると思うわ、多分ね割合としては。まあ、Amazon の比率も綺麗にそんな感じになってるからね。まあ厳密にはいいが2割で悪いが3割4割ぐらいなんだけど、あっちの方は。まあまあまあ、アマゾンちょっとね、偏りがあるので、まあ一般的な話をさせていただくと、まあそんな感じになっていると思ってますので、ただまあ、クソつまんねえって思ってる方が2割強いる可能性が高そうではあるから、結構の割合ですよね。ってことはさ、例えばその1万人いたとして、2000人ぐらいがクソつまんねえって思ってるわけだからさ、だからそのクソつまんねえって思ってる人の声が結構大きくなってきてるのかなと。で、今回モンスターズ3に関しては割合的には、多分クソつまんねえって思ってる方がもうちょい多いからさ、まあそれこそ1万人いた中でまあ3000人ぐらいがそう思ってると、ただ半分の5000人ぐらいは何とも思ってないみたいな感じなのかな。だからまあそう感じる方が結構多いので、指摘がやっぱりねネット上とか X 上とか見てると目立っているのかなと思いました。まあそうなんですよね。まあボリューム的にはね本当に20丸というか予想を超えてきてくれて良かったなと思いました。メインストーリーもそうだし、ボリュームエンドコンテンツっていったところもそうだし、まあグラフィックゴミ、テンポあるロードクソ、操作性クソっていったところは本当にね、これはマジでもう四天王みたいな感じで俺も同意できるんだけど、ただゲームとしての面白さとかボリュームとかそういったところはすごいね評価できるポイントだと思うので、まあそこは純粋にね良い点だなとは思いましたね。まあ正直やってて予想は超えてきてくれたので、もう普通に嬉しかった、そこは。忖度なしで普通に良かったと思いましたね。ただやっぱりその長期間遊ぶにあたって、まあ、グラフィックっていったところはすごい重要になってくるから、やっぱここのところとあとロードのところって結局ね長期的に遊ぶんであればすごい重要になってくるから、ここもね改善しないと、まあ、中長期的な評価で言うとやっぱ悪くなってしまうのかなと。で、例えば直近で出たスカーレット・バイオレットと比べても、ロードってもう一目瞭然で、もう回数もこっち多いし、長いし、で、あとそのマップの作り込みっていったところも、ちょっとその、なんだ、微妙なところが多いので、やっぱポケモンと比較すると、ダメだなって感じるところはめっちゃ多いですね。まあ、ポケモンもね、オンライン対戦の時は、その、なんだ、まあ、どうしてもねロードが長くなってしまうけど、逆にそこぐらいだからねネックなってみて、
まあグラフィックもちょっとゴミではあるんだけどさ、スカーレットバイオレット、ただ言ってもやっぱりモンスターズと比べると全然マシだなって俺思いましたね。うん、まあ、ちょうどそのスカーレットバイオレットもね、まあ、今度、DLC が出る予定なので後半で、今更ながらまたね、やっぱ始めたところではあるんですが、やっぱ全然違うなと、モンスターズとは思いました。なので、まあ、次回作4と5出るかわからないけど、ちょっとね、多分予算不足感が半端なくて、なんかグラフィックって結局お金積めばどうにかなっちゃうし、で、ロードとかテンポのところも結局なんかそのお金積めばどうにでもなっちゃうと思うんですよ、これって。ね。まあ、操作性のところはそのなんだ設計のところ、まあ、開発者のその意向が結構強いと思うんだけどさ、ロード、テンポ、グラフィックはね、金積めばどうにもなっちゃうから、まあ、単純にここは予算不足ではないかなと思いました。ハードの問題もあるけど、ただその任天堂スイッチに出ててもさ、速いやつってめっちゃ速いじゃん。でボリュームあっても速いやつってめっちゃあるからさ、やっぱそこは言い訳できないから、まあ、金積めるかどうかとか開発費がかけられるかとかってところかなと思いました。まあ今回 FF16 とかでその決算発表、22年の夏、23か23年度の上期とか結構ひどいことになってたから、まあ多分そこまでね、リソースっていうか、まあ、改善アップデートも含めてお金かけられない状況なので、まあ、仕方ないところはありつつも、 FF16 とか、大の大冒険とか、まあ、他のスクエニ系のソフトを全般的に、負債を背負ってしまってるとモンスターズで、まあ、そんなイメージですかね。はい、まあ手抜き感っていうか、手抜きではなくて単純に予算不足って言い方が多分正しいと思うね、俺は。うん、なんか大の大冒険でも開発者の方が謝罪してましたが、その謝罪の内容ってのが結構ね特徴的で、まあ、ゲームが面白いとか面白くないとかじゃなくて、単純にその思ってたものが作れるような状況になかったみたいな、要するにお金がね、そのかけることができる状況ではなく、不本意だからこの状態で出さざるを得なかった、申し訳ないみたいな、なんか異例じゃない、まあ要するに未完成品売ってるっていうのをね、開発者が認めちゃってるみたいなところで、まあ、これ別途ね他の動画でも語っていて取り上げているんですが、なかなかないと思うんですよ。なかなかないので、ちょっとこれもねちょっと考えどころというかびっくりしたんですけど、まあ足元そのような状況となっていました。はい、まあ、多分モンスターズもね、ところどころねプレイしてみて思ったけどさ、まあ多分同じような状況なのかなと。でまあスクエニ側としてもそもそもそのお金がないからさ、予算もかけらんないし、もう気持ちわかるけどかけらんねえんだよ本当にみたいな。で業績も悪いし、で株価も下がりまくってるし、もう何もかもやばいし、もうさすがにちょっと待ってくれみたいな、もうやれる範囲でやってくれみたいな感じなのかなと。はい、ただその割にプロモーション費はかけてるからね、なんかかけるところちょっと違うくないって思ったけど、まあいいやっていう、まあ、プロモーション結構金かけてるもんね、なんでこんな金かけてんだろうみたいな。別にいいんだけどさ、かけてもらうのは。じゃあ内容にもうちょいかけてくれってところなんだけど、ただやっぱりね結構その厳しい指摘が相次いでいて、でしかもそれっていうのも、例えばクソつまらんとかクソゲーとかっていう一言で片付けられるような内容ではなくて、まあ、しっかりとここがダメ、じゃあなんでダメなのかっていったところもしっかりと書かれていたりとか、 Amazon とかで、で全くその通りで、別にメガキャンとかでは何でもなく、純粋にこれってダメだよねっていうことをしっかりと指摘してくれてるみたいな内容なんでしょうね。はい、まあそんな感じです。まあクソとかつまんないとかセンスねとか運行とかだったらわかるんだけどさ、わかるっていうか、なんかまあ煽りみたいな感じでわかるんだけどさ、まあ単純になんかこんだけ意見多いっていうのはやっぱり問題がある点が多いのかなと。でやっぱストーリーにも問題があるってさっき自分が言ったんですが、ここもね、ツッコミどころが満載で、やっぱ不満点として上がっていると。まあ結局今作どうだったのかといったところですが、まあ総合的にはね、まあ成功したと思います。まあ成功っていうのはどういったものを指して測るかってところ難しいですが、売上本数で言うと、34万本初週で売り上げてるから、でこの数字っていうのは過去2年間で最高記録となっているので、で2022-2023合算してももう最高クラスの売上本数ではあるから、で下手すると21年はあれか、違うね、22-23だね、の中では多分初週では一番売れてるから、まあ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 、スクエニ公式としては大成功みたいな感じでしょうね。まあできればもうちょっと売りたかったってところもあるかもしれませんがね、まあ成功だと思いますよ。でユーザーがどう感じるかってところは結局売上本数とまあ相関するところは若干あるものの、まあ結局売れてしまったら勝ちなわけだからさ、公式のもうなんか極端な話、まあ、そういったところを考えると公式勝ちみたいな、ユーザー負けって言い方語弊があるけど、
まあ不満抱いてたところで、まあ、正直関係ないみたいな。だって据え置き機だからさ、まあ、例えばソシャゲとかだったらさ、課金してもらえないとかユーザー離れとか出てくるかもしんないけども、買ってもらったらもうおしまいですからみたいな、まあ、DLC も買ってくれてありがとうございますみたいな感じかと思うので、もう正直文句言ってたところで、指摘したところでもう関係ないと思います。はい。なので公式、大勝利おめでとうございますって感じでしょうか。いやーけどこれも結構ひどいよな DLC もね。まあ、そんなところで一旦動画終わります。お疲れ様でした。